でバッターボックスには井口が入っています。いいところで彼に回しましたね。さあ得点圏には同点のランナーを置いています。まあここでちゃんと同点にしておきたいですね。なるほど、そうですね。ああ今のは打ち頃のボールでしたけどね。はい、バッター何を狙っているんでしょうか。セカンド牽制球、二塁タッチもセーフ。内へ曲げてきました。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、打たせる。レフトに持っていった、まっすぐ伸びていく、入りました、ホームラン。井口逆転スリーランホームラン。試合をひっくり返す大きな一発となりました。逆転に成功しました。この回の千葉ロッテマリーンズ4対2。さすがクリーンアップという一発でした。2点リード、試合をひっくり返しました。ベンチではチームメートに祝福され、喜びを分かち合っています。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで逆転ホームランを放ちました。いや手応えあったんじゃないですかね。この試合中盤逆転に見事成功、主導権を握っていくことができるんでしょうか。